これは代打の切り札、中島。中日、ヒットからの中田雑音一掃タイムリー。来た。立浪、よし、中島負けるな。細川、本当は三振だったけどトラパイアでその後ヒット。来た。ボロで2点目。まあいいか。代打中地でホームラン打ったらバンテリーまで行って土下座するわ。代打板山ゴロ。もう1点欲しいな。代打周平、申告敬遠。CA、勝野江代打石橋、周平に代走樋口。ここでも出ない中島。ここでも出されない中地は何のために W 前石橋の方がいいけどさ。切り札使わずにいつ使う？終了。立浪も本当は中地なんか打つわけないだろって思ってるのバレバレやん。中島龍子岡林とか次の代打中島じゃね。そして9回、中田フライ。この打球はだんだん良くなってたな。細川ヒット。中島は、体勢に代打中島はちょっと面白いあれ。後藤フライ。板前ヒット。板山、次は清水だから代打が。代打中地来る。中地涙のさよならアーチ。代打中島。じゃなくて岡林。岡林いたの忘れてたな。1点差。来た。草。石橋ゴロで終了。中日は反撃及ばずに1点差で敗れ、借金は今季ワースト対の7となった。結局は負けきた。オメガ、の。はい、追いつかない程度の。もう中島出るところないやん。中島は、また代打の切り札使わずに負けてる。これは中日ドラゴンズ。中島なんか150超えたらたまみえんだろ。代打にビシエド石川がいれば、追いつかない程度の反撃力はすごいものがある。